このパラノーマルアクティビティ、まあ、有名になったけど、その135万円の制作で150億円を稼ぎ出したという、これはね、うん、もう言わなくてもいいけど面白いよ、うん、パラノーマルアクティビティには偽物のパラノーマルアクティビティはあるから気をつけてね、その名前に似せてるから皆さん、純粋にパラノーマルアクティビティの裏を見て話がちゃんと続いてるなって分かったら借りて、なんか名前をややこしくしてるのがあるのよ、偽物バッタモンが。本物だったら、うん、何作も出てるから、4作まで出てるのが今4作まで出てるみたい。面白いから見てみて、日本バージョンもあるから見てみて、日本にも来てんのよこれ、何かがね。それは借りてみて楽しんでください。おすすめ、これおすすめ。